竹物語、竹物語、学物語は、シーナ誠による日本の史小説。1985年、修英社館。続編、続竹物語は、1986年、同社館。シーナの長男、竹を作品のモデルとして、保育園から小学校6年間を経て、中学校入学までの家族生活や、次第に訪れる竹の反抗期とそれを通じた自立。 成長の姿を父親であるシーナ自身の視点から描く。シーナの思想説路線の第一作であり代表作の一つと評価される。本項目では、ただし続くの二冊を開講を加えた上で一冊に再編した定本竹物語1998年についても合わせて解説する。1985年5月、集永社観光、金木星。 アゲハチョウ、インドのラッパー、タンポポ、室味大作戦、ワシと豚、30年、ハゼ釣り、2日間のプレゼントの9編を収録。文庫版は、周永社文庫から1989年9月刊行、文庫版解説は、斉藤茂太。差し絵は、単行本、文庫版ともに、沢の人し、また英語版も刊行されており、ガクストーリーズ、1991年。 講談社英語文庫、マイボーイ、1992年、講談社インターナショナルの2タイトルが存在する。各短編は、集英社、青春と読書1983年11月号から1985年4月号に掲載。最初から、竹物語としての連載だったわけではなく、シーナが同志に、毎号30枚の短編小説を書くという企画に、対して、 初回に、息子の竹を、主人公にした初の詩小説、金木星を発表したところ、編集者の好評を得て、竹と家族をテーマとした詩小説として、シリーズ化されたものである。竹物語のタイトルは九つの短編をまとめて、単行本化する際に付されたものであり、表題作は存在しない。本作の主人公であるシーナの長男、竹は1973年7月生まれ、 シーナが29歳の時の子である。当時のシーナは流通、小売系の出版社デパートニュース社、後のストアーズ社に編集者として勤務していた。同社在籍中には、所女出版となるクレジットとキャッシュレス社会、1979年、教育者ほか、複数の流通、小売系の専門書を上司している。サラリーマン生活の一方、1976年には、 メグロ港ニラと本の雑誌の観光を開始し、キャンピング集団、東ケト会の企画など、後の作家生活の下地となる活動を展開しつつ、あった。1979年、本の雑誌市場に掲載した、さらば国分寺書店のおばば情報センター出版局が、初のエッセイ集として単行本化。1980年3月には、 東ケト会の活動を描いた第二週エッセイ、わしらは怪しい探検隊、北走者を発表し、後にシリーズ化される。同年12月には、シーナはストアーズ社を退職し、フリーの作家生活に入った。竹が生まれ育った時期は、このように、シーナがサラリーマンから転がるように物書きに転身し、30代の新魔女やと、 作家デビューの時代が重なっていたと語る、家族生活においても仕事上でも大きな転換期であった。そうした折に連載小説の題材に困り、いたずら森の息子の行動をそのまま文章にしていれば、作品が出来上がると考えて、家族の風景を書き始めたのが、作品誕生の契機であった。なお、竹の姉で、シーナの長女である、渡辺洋は、 本作中には全く登場しない。これに関して、シーナは、金木星、アゲハチョウと1.2作目に姉を登場させる機会が、なかったうちに、家族テーマ連載の運びとなり、突然姉を登場させづらくなってしまったという理由と、父が家族を題材に小説を書くと知った派が早くから、自分のことを書いたら、ダメだからねと言っていたという理由を挙ている。 1986年7月、修営者観光。明るい春です。少年の5月、盗聴作戦、学物語、横鎮の謎、チャンピオンベルト、冬の椿、お化け葉、骨と節分、闇の匂い、出発11編を収録。文庫版は、修営者文庫から1989年11月観光。文庫版解説は、野田智介。差し絵は、単行本。 文庫版ともに、沢のとし。各短編は、青春と、読書1985年5月号から1986年6月号に、掲載。竹のエピソードは、小学校高校学年の出来事が、中心となり、親への反抗と自立、父から離れて、対等な一人の男へと成長していく過程が、久しれ、中学校入学祝いの餃子パーティーと入学式の、日を描いた。 出発で物語は幕を閉じる。1998年8月、集英社観光、竹物語、俗竹物語の2冊を再編して1冊にまとめた書籍。再編にあたって家族にあまり関係のないエピソードであったインドのラッパー、冬の椿の2編が削除さ、前編にわたってシーナが開講を行っている。また、作品のモデルとなった。 渡辺武氏自身が初めて自分の目から見た家族生活や父の小説のモデルとされたこと、作家の息子に対する周囲の反応などへの所感を綴ったエッセイ、竹物語と僕を寄せている。東京都小平市に家を構えるよらず雑文書きの私と保育園に勤める妻との間に生まれた息子は両親の登山好きから竹と名付けられた。竹は保育園児の頃から 好奇心から友達と近所のサツマイモ畑を根こそぎ掘ってしまうなど何かと事件を巻き起こす。読み書き英会話と修学前から教育にかまびすしい地域の中で私たち夫婦はあえて習い事の類を一切させずに竹を小学校に入学させた。竹は自由活脱に育ち小学四年生にしてバレンタインデーに三人の同級生からチョコレートをもらうほどの人気者となった。 一方、学校の勉強は唐き士で、上級生にも喧嘩で挑みかかり、乱暴者の問題児と教師たちから煙たがられて、私や妻が学校に呼び出されることもしばしばであった。四年生の時、私の友人である野田さんの家がある、亀山湖に初めて連れて行かれた竹は、そこで釣りを教わって以来、それまで見せたこともない集中力で釣りにのめり込んでいく。私が冗談で、 玉川でナマズを釣ってきてくれよと声をかけた時には自分で仕掛けを調べ本当にナマズを釣ってきて私を驚かせた。五年生の夏休み、竹は両親から離れ野田山と釧路川のカヌー下りに出発した。竹の不在の間、私はおぼろげな自身の少年時代の記憶を思い出していた。世田谷の家を引き払って、 各地を転々とし、異母兄弟が何人もいた子供の頃にも、訳ありとわかる過程。私が、鉄棒から落ちて、頭を縫う怪我を負っても駆けつけず、そして、小学六年の時に死んだ父。釧路川から帰ってきた竹の伸びた髪を風呂場で散髪しながら、私は、父が死んで三十年になること、その三十年とはそのまま私と竹との年の、隔たりでもあることを考えてた。 竹が五年生の冬、昨年に引き続き取材旅行のため正月に家を開けてしまうことになった私は、スケジュールの合間を縫って、竹に東伊豆の稲取への一泊二日の釣り旅行をプレゼントする。旅先の竹は、釣り具店の店主と私にはまるでわからない専門的な、語出仕掛けや餌の話をし、見たこともない道具を使って見事にカサゴを釣り上げ、 彼が私の知らない世界へと突き進んでいることを感させた。それから1ヶ月、私は国館のイルクーツクから久しぶりに家に電話をかけた。雑音混じりの途切れがちな海鮮の中で竹から鴨川に釣りに出かけて海に転落した話を聞き、私は激しく動揺して問いただすものの、私の慌てぶりとは裏腹に竹の声はのんびりとしたものだった。 やがて海線の不調で無情にも電話が切れてしまい、諦めて、受話器を置いた私はため息を一つつき、数とくつくつと笑うのだった。二ヶ月間のシベリアの旅から帰国しぼんやりした気分の中、パーティーに出席した私は、友人の沢のひとしから、シーナは少し息子に構いすぎだ。子供はやがて、必ず親から、きっぱりと離れていくのから、いつまでも、 子供と気持ちをぴったり通わせようとしていると、ショックが大きいと、冗談とも忠告ともつかない言葉をかけられる。その通り、六年生になるだけは釣りやカヌーの腕前で、完全に私を凌駕し、小学校からの帰宅後には小食として、自分でラーメンなどを調理し、トレパンの破れも自分で作ろうようになっていた。そして、毎吉田家の客まで繰り広げられる、プロレスごっこと呼ぶにはあまりに、 激しい男の戦いにおいても、ついに竹は肩車のような技で私を宙に浮かせ、投げ飛ばして見せるまでに成長していた。この前後から竹の親離れの兆候は様々な場面で現れるようになった。小六の最後の運動会を竹に黙って見に行った、両親に対して怒り、夏休みに私や野田さんらと共に川下りに行ったとかち側では、 私よりも同級生の突っ密ん兄弟と行動を共にし、保育園児の頃からの習慣だった自宅の風呂場での散髪も断るようになった。そして、数ヶ月に一度のペースで雑多に散らかった自室の古い雑誌や低学年の頃のおもちゃを突如として大量に処分するのだった。私はこの片付けを子供の脱皮のようなものと考えていた。竹の小学生最後の冬は、 私にとって辛い出来事が続いた。シベリア横断旅行のリーダーだった、星見敏夫さんが壮絶な闘病の末に、ガンで亡くなり、私は小さな骨になってしまった父親を前に涙を、ボロロとこぼす小6の娘さんの姿に耐えられず、ついに星見さんの骨を拾って骨壺に収めて、やれなかった。高校時代の友人で、東京オリンピックのボクシング代表にまでなった。 吉野の失踪と殺害の噂、そして義母の脳血栓。重苦しい日々の中で、私は小6で自分の父が病死した時、父の骨を見たのだろうかと思い出そうとしたが、葬儀の前後のことは思い出せても、肝心なことは何も記憶していなかった。竹を中学校の制服の採寸に、洋品店に連れて行った日、着慣れない爪りを羽織る竹を眺めながら、 父も私が中学校の制服を着るのを見届けたかっただろうかという考えがふと頭をよぎるのだった。小学生最後の春休み、竹はとっんみったんな6人の友人と亀山湖で1週間の魚釣り合宿を計画した。私には絶対についてくるなと言い、野田さんの手をすら借りずに彼らは全て自分たちでその合宿をやり遂げてみせた。 中学校入学直前、野田さんたちを自宅に招いての餃子パーティーがあり、桜の花が舞う中で竹の入学式の日を迎えた。少年だけと私の一つの優しい時代が終わり、これからの彼が自分の世界を歩んでいくことを私は感じていた。続竹物語中の一編、横鎮の謎の一部は、風呂場の三発、風呂場の三発の題名で、 学校図書館校の中学1年生国語科用文部科学省検定済み教科書に採用された。保育園児の頃から約8年間、竹の髪が伸びたタイミングを見計らって、父の椎名が声をかけ、自宅の風呂場でバリカンを使って竹の散髪を行っていた習慣に大きな変化が訪れた際のエピソードを描いている。なお、教科書収録にあたっては、原作から一部表現の変更や、 場面の削除、散髪に素直に応じていた頃の竹が髪を切られながら ABC の歌の替え歌を歌う場面などといった編集が行われている。シーナはこの替え歌の削除について子供が本当に生き生きしている様子を描写しようとしてもそういうのは大の誰かが大人の良識のもとに消してしまうのであるある一時期子供が一番無邪気に笑い飛ばしている。 この種の言葉の一体どこがどうしていけないのだろうかと批判した。竹が日増しに大人びてきた小学6年生の7月、シベリアでの取材旅行を終えて帰宅した私は、すっかり竹の髪が伸びているのを見て散髪を提案するが、今まで素直に応じていた竹がまだいいよそれを断る。さらに夏休みに入る頃になっても、なおも散髪に応じない竹にしびれを切らした私は、 半ば強引に竹を風呂場に連れて行く。しかし、そこでも竹はシャツを脱ごうとせず、構わずバリカンを入れようとする。父の手を掴み、父の裁量で自分の髪を切られることの不合理を、うまく言葉で表現できないながらも涙を流して、間に訴えた。父の話し合いで、今後は風呂場での散髪をやめ、竹が自分のタイミングで床屋に行くことを決めた。その夜、 私はこの出来事を妻に話し、だんだん反抗的になってきているよと嘆えが、妻にそれは反抗ではなく竹が、自立期に来ているのだと悟され、そういうことなのかもしれないと納得するのだった。ここでは、語り手である、私とその家族、及び、竹物語炭鉱本坊頭で触れられる、野田智介のみを挙げる。椎名誠は、妻の渡辺和江との結婚に際して、妻のせいに入り、 本名は渡辺姓であるが、作中では主に椎名家と表現される。戦術の通り、渡辺家の長女で竹の姉である渡辺陽は、本作には登場しない。椎名誠の第二子で長男の渡辺武氏がモデル。ただし、作中では、姉の存在について言及がなく、一人っ子であるかのように描かれる。両親共に登山好きであったために竹と名付けられた。 第一作、金木星の中では保育園児で、作中を通じて、小学校六年間と中学校入学までの成長が語られる。父やその友人たちによって幼少期から様々な冒険に連れ出され、自宅では、父と激しいプロレスごっこに興じてきたため、同学年の子供と比して高い体力を有し、自由奔放な性格に育っている。地元の少年サッカークラブにも通うほか、 小学校中学年からは釣りにのめり込み、父や野田さんの腕前をあっという間に追い越してしまった。一方、小学校の勉強にはほとんど興味を示さず、両親ともそれを一切とがめ立てしていない腕っぷしも強いため、学校ではトラブルの多い問題児扱いされることもしばしばである。小学校高学年になるにつれ、今まで無条件になつき従っていた父親に対しても、 不器用に自分の意見を表明しようとする場面が増え、両親からの自立に向かって成長していく。作者のシーナ誠自身がモデル。本作は父親である、私の視点から描かれる。東京都小平市に自宅を構える一家の長。物語の冒頭では、あまり稼ぎの良くないおろず雑文書きと自称しているが、やがて作家、随筆家、雑誌編集者として多忙となり、 取材旅行などにより自宅を開けることが多くなる。そうした事情もあって、長男の竹の教育は基本的に自由放任主義であるが、旅先のパタゴニアで現地の材料をかき集めて、竹のためにパタゴニアチャンピオンベルトを自作するなど、息子を思い家にいる時間は最大限の触れ合いを持つよう努めている。その背景には自身が小学六年生で父を病で亡くし、 厳格だった父との間に親しい思い出を残せなかった経験がある。小学校高学年に差し掛かるにつれ次第に無邪気に、父に従うだけではなくなってく竹の変化や反抗を、自立と成長の過程と理解しつつも頭を悩ませる。息子に対する強引で横暴な態度をしばしば妻や友人にたしなめられて反省するなど、こう通じて、父自身も成長していく。シーナ誠の妻。 渡辺和江がモデル。竹が通ったのとは別の保育園に勤めるほぼ、シーナの友人である、木村信介の高校の同級生で、木村がコード役となって二人は結婚した。家を留守にしがちな夫を支え、夫と共に自分でできることは自分でやるようにと言い聞かせて、竹の教育にあたっている。カヌーイストの野田智介がモデル。シーナとは、自身の海外渡航の際に、 大切な愛犬の額を預けるなど、深い信仰を結んでいる。その息子の竹からも、もう一人の父にして、親友のように尊敬されてを、足しげく、亀山後半の野田宅に通う竹に釣りやカヌーを教え、両親から預かって釧路川の川下りに同行させるなど、彼の人格形成に大きな影響を与えた人物である。竹物語観光本冒頭には、 私の恩師であり私の息子だけの親友である野田智介氏にという一文が添えられている。野田智介のい犬。世界中を冒険のため飛び回っているのだから時折、シーナが預かっている。シェパードのオスとシバ犬のメスの間に生まれた。まだ子犬の頃に野田に引き取られてカヌー犬として育てられ、足の太い強靭な体格と人懐っこい性格を兼ね備えた犬に成長している。 多くの冒険を経てきた犬だけに散歩が大好きで、朝の散歩は私、シーナの夕方の散歩は竹の担当と決まっている。名前はシーナの息子の竹に習って付けられたものだが、紛らわしいため、シーナの友人たちは犬の学を犬学、シーナの息子を人だけと呼ぶ。本作は、生、続くの単行本、文庫版累計で260万部以上。 2008年時点のヒット作となった。不死の交流と少年の成長の物語として、上述した風呂場の散髪の他にも複数回学校教科書に取り上げられ、国語科の受験問題や模擬試験の題材としてもよく使用されている。作者の椎名誠自身は、本作が子育てや教育の物語と捉えられたことは思わぬ評価であり、自分としては竹、自分、野田さん。 学や、その周囲の人々による友情物語のつもりであったと語っていい。シーナは雑誌連載当初、本作が単行本になることを想定していなかったために、軽く考えて、主人公の名を本名のまま、竹とした。ところが、実際には2年足らずで、単行本化された上に続編まで執筆する、ベストセラーとなり、このことで、息子の竹に対しては、書かれた当人には、 数々の迷惑を与えた、作家を親に持つと、子供はたったものではない、そんなことを私もしてしまったと10回している。竹物語中の一編、二日間のプレゼントは、自身の小説で最も好きな作品と語っており、2002年時点、また、竹物語が三度目の教科書掲載で、高校一年国語科教科書に採用された際、好きな作家である、 宮沢賢治の隣に並んで乗ったことは、作家としての勲章であると振り返っている。父の椎名によれば、中学生時代の竹は本作に対して、猛烈に起こったという。低本竹物語、1998年の観光に際して、当時アメリカで写真学を収めていた20代半ばの渡辺、竹氏本人はエッセイ、物語と僕を寄稿し、 初めて自らの筆で所感を表明している。この中で、渡辺は、本作の発表以後、ことあるごとに、竹物語の竹として他人に、先入観を持って接されたこと、周囲の反応から想像される、主人公の、元気発落の竹少年と現実の自分自身との、乖離あるものは、親の七光と、冷たく当たりまたあるものは過剰に優しく接してくる、大人たちの態度、 そうしたものに窮屈さを感じ続け、竹物語を未だに読むことができていないと明かしている。父を尊敬し、また感謝もしているが、それでも竹物語を愛することはできないと語り、結びでは、本当の竹物語というものは僕の心の奥深くにあり、今でもしっかりと続いているのですと綴っている。渡辺の心境に変化が訪れたのはその後彼が、 結婚し過程を持った時で、作家の父が息子を題材として、書くのも当然と思うようになった、と手紙で、シーナに伝えたという。野田智介は、竹物語観光本冒頭に本作を野田に捧げる、胸の一文が添えられ、竹も、もう一人の父親のようでもあり、新しい遊びを次々に教えてくれる親友のようでも、ありましたとしたう。 まこと、学府史と本作にとって重要な人物である。野田は、俗竹物語の文庫版解説において、あえて作品の文学的評価を一切行わず、本作に描かれた頃の野田から見た竹の姿や、俗竹物語完結後の竹の成長や野田との交流を語ることに私服を削くことで解説に変えている。この中で、野田は、高校生の頃の、 よく鍛え上げられた竹の肉体を見て、これはシーナが、文字通り血と汗を流して作り上げたもの、と父を称え、たくましく成長した竹に対しても、彼をボディーガードにして、北極圏の川に行きたいものだ。本の竹物語はこれで終わるが、我々の竹物語はこれからいよいよ面白くなると、彼の将来に期待を寄せている。メグロコニーにとって、シーナは、 本の雑誌の編集作業や、東京都会の活動などを共にする仲間内の存在であり、そのために普段は相手シーナの著書について評することを避けていた。しかし本作については、本の雑誌連載の読書ガイド、新刊滅多くた、ガイド、北上次郎名義の中で、一度だけ金を破るとして、竹物語を紹介するほど気に入っている。この読書ガイドの中でメグロは、 竹物語について、親子の交流の背後に、シーナ自身の父親の姿をダブらせている点、そして、作品の停流に流れる、たとえ親子でも、人生のある一時期しか濃密な関係を知えないという、悲しみを、作品の魅力として挙げ、若い父親諸君は、ぜひ読んでほしいと評している。後年のシーナへのインタビューの中では、続竹物語は、さらに良いと評し、竹物語、 俗竹物語の文庫化に際して気に入った作品なのでぜひ解説を書かせてほしいとシーナに頼んでいたにもかかわらずすっかり忘れられていたというエピソードも明かしている。メグロは本作が広く読者を獲得した要因について作中の父親シーナは決して立派な教育者ではなく息子に対して横暴ですぐ起こりそれを妻や友人にたしなめられて反省する。 そうした、どこにでもいるような父親の姿に、読者が事故を投影し、共感を得られたからだと分析している。また、低本竹物語に収められた、渡辺武氏本人によるエッセイに関しても、モデルとして書かれたことの戸惑いを実に正直に、書いていて素晴らしい、と評している。主演者、スバル二千七年三月号二千八年十月号、連載。 いい加減な、青い空解大。竹物語生、続二冊は、商業的にも大きな成功を収め、読者やシーナの友人知人から、ぜひ続編が読みたい、面白くなるのはこれから、中学生以降だといった声が多数寄せられたが、中学生になった竹本人の怒りや彼が実生活でこうむった、様々な迷惑もあり、シーナはそれ以降息子を題材にすることを止めた。竹は、 高校卒業後、短期間、プロボクサーとして活動した後、アメリカ合衆国は立った。サンフランシスコの大学で写真学を収めて、写真関係の仕事につき、同地で日本人女性と結婚し、数おかずめを設けた。そうした折に、シーナが長年の本の雑誌編集の相棒であった、メグロ校にから、祖父と孫の小説を書いてはどうかと提案を受けて、 執筆されたのが、大きな約束、俗大きな約束、修営者、2009年である。シーナは、同作中で、竹物語初集作と同じ、揚げ波町と題した短編を執筆し、その中で、上述のような、竹物語第三部を執筆しなかった事情や、その後の竹の略歴について説明した。そして、第三子の出産を、 日本で行うために竹夫妻と二人の孫が日本にやってくるところで、俗大きな約束は幕を閉じる湾岸道路。竹一家は第三子となる次男の誕生後、東日本大震災の影響もあってそのまま日本に定住することを決め、シーナは三人の孫との関係を描いた、史小説の執筆を本格的に開始した三匹の怪獣、孫物語、 家族の足跡など、それらの作品群の中では、息子の本名を基本的に使わず、彼ら、孫たちの父親と表現している。5おさむき